今日は釣り吉7月号。皆さんこんばんは。今回は私コスモスネットワークの西村静香がアコウを狙っていきます。そして今回は四国中央市の釣りサークルツリスの皆さんと一緒にお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。こちらの船は買いました前回釣りサークルを紹介させていただいた番組の時に船を購入したいっていう目標があったと思うんですけど、はい、いつ購入されたんですか？今年の3月に購入しました。おめでとうございます。今回はベテランのツリスさんと一緒に頑張って私も行きたいと思います今回の仕掛けはどういった仕掛けになるんですか？仕掛けがこういうジグヘッド、はい、6g から 10g ぐらいのジグヘッドを使って、はい、でこれがワーム、とりあえずピンテールでとりあえずそこを攻めてもらう感じですね。はい、際どいんですけど、はい、こう彫り間ついたの、はい、分かるんですか？はい、そこでちょんちょんと来た。おー、一発目アコウ、一発目アコウ釣れましたねあ、なんかここなんとなく来そうな気がしてます。おおあ、来た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 。渋すぎ渋すぎ。でかない？それバーマーキか？結構大きい気がしてます。ナイス、盛り上げて。結構大きくないですか？盛り上げて。ナイス、根がかり？根がかり？だって根がかりじゃん、カイ君あの視点。根がかりです根がかりです。悔しい